喋る坂つく。ヨーロッパの次は。はい、ということで、初めからやってみたいと思います。ですね、なんだっけ、ホームタウンパラメーターをちゃんと上げて、見たらどうなるのかということを、ちょっと、そっちが先に気になったので、それから行こうと思います。前やった時は初見プレイでやったんですけど、それはホームタウンパラメーターをあんまり上げれてなかったので、なので、それをします。調べながらかなりやるので、その時は編集モードになると思いますが、まずはニューゲームということで、行きましょう。はい、ホームタウン選択をするところなんですけれども、いいところにしたいかな。確かね、スポーツのね、パラメータが大事だった気がするんですよ。だから D とか、まあ、そうですね、どこがいいかな。やっぱちょっと田舎すぎるところは嫌なので、いや、まず東北から見てますけどね。まあ、東北は大体栄えてるところはわかるんで。山形、まあ、モンテディオンがいるしな。宮城はおなじみ、うちではおなじみですけれども。ああ、でもこの間、前回はここでやったのか。初見プレイのデータは泉区。ベガルタ仙台のスタジアムがある泉区でやったんですけれども、まあ、仙台はいいや、秋田にしようか。いや、でも D なんだよな。でも経済が D だからこっちでいいかな。まあ個人的に秋田にしよう。いいです。これ秋田にします。秋田は生まれ故郷なのでね。ブラウブリッツ秋田、加盟申請をしましょう。あー、そっか、これ鬼重最初だっけか。引き抜かれるんだっけ。あー、そんなんあったな。でもこれはいいか。これは初見プレイでやってるから、ちゃんと進めるところから行きましょうか。多分、チュートリアルなんで。はい。これはカットします。はい。ということで、いろいろ、終わったのかな？とりあえずなんか補強をするということで、こっから行きます。トライアウトか。どうなんだろう。でもこれは別にあれか、そんなに問題はないのか。問題はないというか。よいしょ。どのくらい買った方がいいんだろうな。何人かね。なんか星ついてるやつは、やっと言いますか。これ、2人しか取れないの。そうか。ちょっと素直に星がついている選手を雇います。ですね、プロモーションを力入れようと思っているんで、ただお金がかかるんですよ。だからどこまでやっていいのかっていうのとか、とりあえず破産しちゃいけないですから。すっごい難しいですね。覚えてないですから。ちょっと夜中に喋ってるんで、まあ、マイクに近づきながら喋ってますが、ちょっと聞きたい。お聞きづらかったら
すいません。どこのポジションがいいかな。ディフェンダーがいいかな。ディフェンダーが多分ちょっと最初足りない気がするんで、ディフェンダーでいいかな。これ入力しづらいな。入力がしづらい。なんか違う。なんかめんどくさい。これ、説明ができないけど、削除がすぐできない。すごいめんどくさい。調べよう。はい、防波堤危機感知能力、防衛本能、特性力が強いデストロイヤー、これがセンターバックにっぽいんで、これでいきます。結構育つっぽいですよ。わかんないけど、あーいいですね。はい、これにしましょう。あとね、この選手を、最初ユースにいるのかな。とにかくずっと使っていかないといけない。そしてスポンサー契約と。とにかくお金がないんで、お金がないんで、なんとかしないといけないです。あとはこの生活、経済、交通、スポーツ、環境とありますけれども、ここを上げていきたいっていうのもありますね。あとお金が欲しいですからね。ちょっとお金目当てでいろいろこう契約をして、でまあいろいろね上がるんで、まあてか襟好みしてられないか、しょうがないですね。クラブ、ちょっとすぐはできないだろうな。すぐはできないんだろうな。もう適当です。はい。選手の人気がアップする方をちょっと選びましたけどね、適当です。契約が切れて、あんまりいい選手いないでしょ。3人いる。誰？赤尾はよ、契約しないといけなかったはず。で、あとは、この辺いるかな？いらないんじゃないかな？じゃダメかな。いやー、まあ、ちょっと待って、様子見てからかな。何年ですか？4年5040万、勝利ボーナスじゃない、マンオブザマッチお願いします。あ、高い、失敗した。難しいな。ちょっと待って、見比べたいんだよな。家長は弱そうだ。家長は弱そうだ。あ、でも右サイド、
ミニサイドバックでいるのか。そんなに年契約はしたくないんですけど、そんなに契約はしたくないんですけど、こんなもんでどうですか。こんなもんでどうですか。勝利ボーナスがちょっと大きいのかな。朝方検事はどうしますか。ちょっとわかんないんだな今。あでもそうか、センターバックのユースをエディットで取るからいらないな。いらないよ。でどうしてもあの能力爆発のためにずっと使うんで、なので別にそんなにあのベンチに置いとくみたいな正直いらないっす。コーチは適当でいいです。強化部長は任せられない。わかんないな。ちょっとお金かけた方がいいだろうな。金平さん、南米と東ヨーロッパに得意って言っても大して得意じゃないでしょう。はい。あ、運営計画、まあ運営計画は適当でよし。と言いたいとこですけど、ちょっと適当じゃお客さんが入らない。入らないんだよね。こともでいいかな。まあお金減ってくな。怖いな。お金が減ってくよ。入団する選手、あはい、はー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 、忘れた。そうだ。一人削っといてよかったな。二人削って、まあいいや。はい。で、ユースは？ユースいるよね？いないか。